ースを。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然ですが皆さんはモニターってどういう風に使ってますか？そんなの普通にこういう置き方でしょ。シュラミちゃん、まだ横置きなんてしてるんですか？いやそれ普通じゃん。時代は縦置き。は、モニターは縦で使う時が来たんですよ。いやあんた大丈夫。ということで今回の動画は、モニターを縦置きで使うことがどれだけ便利なのかをやっていきたいと思います。いや、それ本気？もちろん。もし、縦置きモニターに共感できたら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。大丈夫かな、このチャンネル。ということで今回はこちらのモニターを使って縦置きの素晴らしさをやっていきたいと思います。いや箱からすでに縦なんですが。いやほら縦置きメインなんで縦を強調しないと。しかも見切れてるし。今回はイノチンの WF29 Pro を使ってやっていきたいと思います。これ案件？はい。いや案件なんだから真面目にやりなさいよ。いやそれなんですが、すでにこの WF29 Pro の動画って1万本ぐらいあるんですよ。いや1万はさすがにないでしょ。ということで今回はこのモニターの詳しい解説はさらっとだけしていきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。中身はこんな感じ。この下にモニターが入ってる感じですね。小物類の中身はこんな感じ。 USB ケーブルが2種類入っていますね。できたら DP とかもついてればよかったですね。ではサクッと組み立ていきましょう。台座と足をつなげてドッキング。裏側のネジを回してモニターをくっつけたら、こちらが完成品となります。ではさらっとこのモニターのご紹介。こちらのモニターは29インチのウルトラワイドモニターとなります。解像度は 2560×1080 の 2K となります。アスペクト比は21:9で、リフレッシュレートは 75Hz なので、ゲーミングモニターというよりは作業用、仕事用モニターって感じですね。 IPS 液晶パネルを採用し、視野の角度が変わっても輝度変化が少ないです。まあその他もろもろはここに書いておきます。随分とさらっとしてるわね。いやだって今回の本題は縦置きモニターですから。ということで早速縦置きモードに変形させてみたいと思います。縦向きに変形させるときは、画面を一番高くして角度をつけてからやるとスムーズにできます。角度をつけずにやるとモニターが台座に擦るので注意です。はい、完成。いや長。そや29インチの縦置きですから。では縦置きモニターの良いところのご紹介をしていきましょう。シュラララ。ケーブルの接続のしやすさ。モニターの配線って結構モニターの裏側に下向きでついているものが多いんですよね。このモニターだとちょうどここになるんですが、そうするとそこに電源や HDMI などを取り付けようとすると結構面倒くさいんですよね。下から覗いたり、モニターの角度を変えたりしたり。ところが縦置き状態にするとあら不思議。ケーブル類の抜き差しが外側に来るのですごい使いやすいんですよね。これで狭いデスクの上でもケーブルをつけたり外したりが便利になります。でもケーブルなんて1回しかつけたりしないじゃん。まあそれは確かに。しかも下が刺しにくいなら1回縦にしてから刺せばいいじゃない。それも確かに。シュラミちゃん、腕を上げたな。いや普通だけど。では今度は実際に縦向きでのいいところ、その2。情報量の多さ。こちらヤフーのページなんですが、シュラミちゃんこれどう？おお、確かにこれはこれで一度にたくさん出ていいかもしれない。でしょでしょ。ページのスクロールも少しで全部が見れるし、縦長も悪くないでしょ。あとはみんな大好きツイッター。こちらもツイッター専用モニターかっていうくらい引き伸ばされて、気になるツイートや推しのツイートのチェックしやすいです。確かにツイッターもいいわね。ちなみに縦の状態で YouTube を見てみると、チャンネルページだとこんな風に見えます。これもまた情報量が多いわね。ちなみに縦状態のまま視聴をすると、上下に大きな帯ができてしまい、さすがに全画面視聴には向いてなさそうですね。これはさすがに見にくいわね。まあこれ全画面にしてるから見にくいんですが、こんな風にウィンドウ状態にすれば、YouTube を見ながら他のことができたり等もできます。でもそれ普通に横置きでもできるじゃん。いや、できる。けど、では続いてはゲームもしてみましょう。ゲーム？ゲームにも最適。
はい、ということでいつもの APEX を。いやこれさっきの全画面 YouTube と一緒じゃん。ですね。さすがに横向きフル HD に設定されてるゲームだと、この縦置きモニターだとさすがにきつい部分もあります。まあどちらにしても今回のこのモニターは、リフレッシュレートが 75Hz しか出ないので、こういった FPS ゲームにはあまり向いてない説はありますが。じゃあ全然ゲームに向いてないじゃない。それなんですが、この縦置き状態にすごい合ったゲームを見つけたんですよ。え、そんなゲームあるの？それがこちら。え、これはもしかして？そうです、ウマ娘です。こういったスマホ向けゲームなんかは横向きモニターでやるより全然いいですね。お気に入りのウマ娘なんかを見てるとかなりの没入感に入れます。あと他にも縦向きシューティングゲームとかそういうのにも向いてそうですね。確かにそういったのは、横でやるとよりもそういうのにはいいかもね。お、スーパーレア。やったね。では続いていってみましょう。シュラララ。編集にも使える。うわ、何このレイヤーの数。こちら縦向きで編集をしてみようと思ったんですが、レイヤーの数がすごいことになってしまいました。レイヤーだけで20個くらい表示されています。これはレイヤーを多用して編集してる方なんかには、割といいかもしれませんね。あんたそんなにレイヤー使って動画作ってたっけ？私は、平均5個くらいですかね。好きな。あ、ちなみにレイヤーの数だけはたくさん出ていいんですが、この右側に各項目の詳細設定をいじれる欄があるんですが、これが小さすぎて編集には向いていませんでした。ダメじゃん。まあそんなこんなで縦置きモニターの使い方をいろいろいじってたんですが、自分的に縦置きの最大のいいところを見つけたので、そちらを最後に皆さんにご紹介したいと思います。え、そんなに縦がいいってところがあったんだ。それがこちら。はい、こちら配信用の素材類を置いた状態となります。いや、メインとして使ってないじゃん。いろいろ試したんですが、この使い方が一番使いやすかったんですよね。で、今私の机が横幅 120cm なんですが、その上にパソコン、メインモニター、サブモニターとギリギリ置けるぐらいのスペースになったので、この縦置きでサブモニターとして使うっていうのはかなり良いかなと思いました。まあ確かに配信用に横置きで置くと結構見づらかったりする時あるもんね。ですです。はい、ということで今回は、モニターを縦置きにした時の良さを皆様にお伝えしました。モニターといえば横が当たり前な気もしてたけど、縦での使い方もなかなか良かった気がする。Twitter を愛用してる方には、縦置きもなかなかいいかと思います。あと、みんな大好きな、な本を見るのにも最高かと思います。ちょっと何言ってるのよ。ああ。ということで今回の動画はここまで。もし縦置きモニターがいいなと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。